今回はポーミドさんから新しいタイプのモニター型のドライブレコーダーが登場しておりますので、ご紹介をしていきたいと思います。正式名称は 10.26 型ポーダブルディスプレイオーディオ前後ドラレコ機能付き PRD62 という機種になります。こちらのご紹介を本日はいたします。でこちら私長期にわたって使用させていただいて、今回レビューをさせていただいているんですけれども、非常に強く感じたところというのは、ドライブレコーダー専門メーカーが作っているということだけあって、どちらかというとカープレイとかエアプレイとかこういうオーディオ系よりも、むしろドライブレコーダーの性能に重きを置いたオンダッシュタイプのモニター型のドライブレコーダーということで、こちらを使用させていただきましたので、今回私なりの見解も含めてご紹介をしていきたいと思います。でまずこちらの方なんですけれども、本体のデザイン設計についての紹介ということになるんですけれども、オーディオの機能というのももちろんついているんですけれども、どちらかというとトラレコの方の機能に重きを置いた製品になっているということになっておりまして、後ろの画面を表示しているんですけれども、このようにスマートミラーと同じ感覚で使えるということと、あとはスマートミラーと同じ機能が入っているということになります。でもちろんこれソニーセンサーを搭載しているということにもなっています。フロントカメラは車内専用カメラなんですけれども、リアカメラは車内車外兼用のカメラがついているというところについても、ドライブレコーダー専門メーカーであるなということをすごく感じるところになります。さらにこれズーム機能もついているということで、このポーダブルオンダッシュのモニター型のドライブレコーダーでこういったズーム機能がついてて、かつリア この距離感、こういったものを調整できる機構がついている機種ってこれ以外ないと思います。なのでドライブレコーダーとしての機能に重きを置いているというところは非常に感じるところになります。でさらにこの画面の明るさ、この輝度に関してもこれ非常に明るくなっていまして、これ画面の明るさ自体は600カンデラって書かれているんですけれども、非常に明るく見えます。でミラー型のドライブレコーダーはこのモニター自体がガラスになっているので、ミラーの角度の調整具合によっては映り込んでしまって、このモニターが見えないっていう場合が、特に昼間の場合ですと生じるんですけれども、このモニター型のドライブレコーダーのメリットとして、これガラスではなくてタッチパネルになっているということになります。なのでこういう指紋とかがね、やはりこうつきやすかったりっていうのはもちろんあるんで、こういうコストコタオルで拭いてあげるっていうことはもちろんしてあげないといけないっていうのもあるんですけれども、これガラスではなくて通常のタッチ式のモニターになっているということになりますので、映り込みがすごく少ない。でそこそこ600カンデラということで、そこそこの輝度値を誇っていて、またカメラ自体もイメージセンサーっていうのがついている。でどちらかというと私すごく感じたんですけれども、後ほど紹介するんですけれども、前の方がすごく明るくて露出が非常に高いなという印象を受けます。でリアに関しては、少しこう暗くなっているということで、今売られているドライブレコーダーの典型的な例かなと思うんですけれども、輝度がそこそこ高くてカメラ自体の映像もそこそこ明るい、フロントに関してはより一層明るい仕様になっておりますので、すごく見やすいということになります。ちなみに今ポーミドの PRD80C のスマートミラーつけているので、ちょっとご紹介するんですけど、どのぐらい違いがあるかというところを見せようと思うんですが、こちらです。これが PRD80C なんですけれども、最近特に叫ばれているのは日中見やすいかどうかというところなんですけれども、まずこのモニター型のスマートミラーって使い方っていうのがあって、できるだけ映り込まないような角度に合わせてあげるっていうのが重要になってきます。だから映り込んじゃってるとちょっと見にくいっていうのはやっぱりあるわけなんですけれども、このように映り込まないように、例えばこのノアボクシーとかですとルーフライニングが黒くなっているので、こうしてあげることによってモニターが非常に見やすくなるし、
これ500カンデラという輝度値になっているわけなんですけれども、映り込みが少なくて500カンデラということでそこそこ明るくてしっかりと見ることができるということになるわけです。話は少し逸れたんですけれども、これに対してこちら、はい、このように見ていただきますと、こちらの方がですね、私的には非常に明るくてよく見えるなっていう印象をすごく受けるところになります。もう一度広角にしますが、はい、この違いがお分かりいただけるかと思うんですけれども、こちらはかなり上に向けてます。で、しかも光が当たっている状態ではあるんですけれども、非常に明るい。輝度値が100カンデラ違うとこれだけ違うということになると思いますし、またリアのカメラ機械も同じスタービス製のセンサーを使っているらしいんですけれども、この PRD80C と PRD62 っておそらくイメージセンサー少し違うんじゃないかという私的には思っているんですが、そうはいうものの輝度値の違いだけでも、まあ、これだけの見え方に違いがあるということになります。でモニター型はそういった意味ではすごく見やすくて、周りの明るさにあまり左右されずにしっかりと見えてくれるっていうところがすごくこう使い勝手としていいので、オンダッシュタイプのモニター型のドライブレコーダーってこれから普及してくるんじゃないかなってちょっと個人的に思ったところになります。またこれ自体なんですけれども、ここをですねこうやってロックを解除してあげますと、こういうふうに角度調整もできます。で横にもこうぐるっと調整ができるんですけど、ちょっと私これ今つけているところがこの純正ナビが前にあるのでこう当たっちゃうんですけれども、しっかりとですねぐるっとこう首をね振ってくれる。なのですごくこの調整の自由度も高いですし、後ろにも端子がついているんですけれども、そういったものを抜き差しする、このオーミドのポータブルナビに関しては後ろに USB-A、 これは拡張ポートではなくてこういったものをつないで SD カードの中の動画を見たりするためのものになっております。こういったものを抜き差しするときなんかもやはりこのディスプレイの画面っていうのがしっかりと首が振ってくれてた方が非常に使いやすいっていうこともあると思いますので、そういった意味ですごくいい作りになってるなと、いい設計になってるなっていうのを思います。ここをオフしてあげるとこの画面自体も動かなくなるという塩梅になっております。非常に使いやすい、またコミドらしくて非常にエクステリアも質感の高いものになっているというところが大きな特徴になってくるんじゃないかなと思います。でまたよくありがちなのがですね、こちらなんですけれども、こういうオンダッシュのものになってきますと、このケーブル自体がやはりこのダッシュボードの上を通って下に降りていくようになります。どうしてもそれが嫌なのであれば、もうダッシュボードのこういった継ぎ目のところ、こっちでもいいと思うんですけど、こういったところまで、まあ、伸ばしていく、まあ、ただいずれにしてもこのダッシュボードの上に配線っていうのが乗っかってしまって見た目的な課題っていうのが出てくると思うので、まあ、こういったところから通してあげた方が、まあ、見にくくていいんじゃないかなって思うんですけれども、オンダッシュのデメリットってやっぱりこの配線の処理ですね。配線の処理というのが少ししにくいっていうのがあります。またこの PRD62 というのは駐車監視ケーブルっていうのもついているんですけれども、ダッシュボードの上にモニターを置くっていうことになりますので、駐車監視ケーブル通したとしてもやっぱりここから通すようにはなってくるんではないかなとは思います。ただし駐車監視ケーブル付きになってますので、もちろん駐車監視機能というものもついているということで、そういったところもオーミドのドライブレコーダー専門メーカーということで非常にドライブレコーダーに重きを置いた製品になっているということが言えるのではないかと思います。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。次にこのオンダッシュタイプのディスプレイオーディオの大きな目玉でもありますカープレイ、それからミラーニングの機能についてご紹介をしていきたいと思います。こちらは親切にやり方がしっかりと書いてあります。で私は iPhone なんですけれども、こちらをまずつなぎます。でもう一つつなげとかなきゃいけないのがあって、こちらなんですけれども、この一般というところがあって、一般というところはこのカープレイとですね、こ
こに PRT62 っていうのがあるんですけど、このところをオンにしとかなきゃいけません。これを忘れないようにしていただければと思います。またこちらなんですけど、この Bluetooth なんですが、これもつないでおく必要というのがあります。はい、そうしますとこのような形でつなげることができるということになります。この辺はメーカーによって使い方が千差万別です。で、このホームドに関しては比較的すぐにつながってくれるので使いやすくなってる方かなと思います。今こうやって動画上でデモさせていただいたんですけれども、その中でしっかりとつながってくれますので UI としては優れている方なんじゃないかなと思います。なのでこちらでマップを見たりとか、なのでカーナビとして使用するということができるということになります。で、またこれカープレイになりますので、音声によって検索するということもできます。一度やってみたいと思うんですけれども、ヘイシリ、駅に行きたいんだけど。選択肢の一つは千代田区の東京駅です。東に約38キロのところにあります。 A ルックでの評価で星4。はい、非常に遠いところを案内されてしまったんですけれども、まあ、こういう形で音声で案内するということができます。この PRD62 のハイライトなんですけれども、実はこの搭載されている内蔵スピーカーが非常に音が良くなっています。今音を聞いていただいてお分かりいただけたかと思うんですけれども、私これ最初使った時に車のスピーカーから音が出てるんじゃないかなっていうぐらい非常に出力が高くてびっくりしたわけなんですけれども、これ内蔵スピーカーをメインで使われる方にとっても非常に配慮された設計になっているというところも非常にこの PRD62 の大きな特徴になってくるのではないかなと思います。で、さらにこれスピーカーなんですけど、内蔵スピーカーだけではなくて車載のスピーカーにつなげて使用するっていうこともできますので、そちらのやり方をご紹介していこうと思うんですけれども、それはどのようにするかと言いますと、こちらはトヨタのディスプレイオーディオになるんですけれども、携帯の Bluetooth だけをこちらにつなげます。カープレイはつなげない状態にします。で、カープレイはこっちで表示しておりますので、例えばこちらで操作してみようと思うんですけれども、はい、このような形でこれ今車載のスピーカーから音出てます。このようにこれはデュアル Bluetooth というわけではないんですけれども、携帯とこのディスプレイオーディオとが Bluetooth でペアリングされている状態ですので、音声が車載スピーカーに出力されて Wi-Fi でこのカープレイの画面を飛ばしている状態になっておりますので、あたかもデュアル Bluetooth のような形で車載スピーカーに音声を出して使用するということができるということで、ここも非常に優れたポイントになってくるんじゃないかなと思います。次にこのディスプレイオーディオでは非常に欠かせない機能ということで、このエアプレイという機能をご紹介しようと思います。 Android 携帯をお持ちの方でしたら、このミラーキャストというのが同じ機能、まあ、ミラーリングになるわけですけれども、このなぜミラーリングが非常に欠かせないかといいますと、こういったディスプレイオーディオなんですけれども、ネットが見れるタイプと見れないタイプというのがあります。で、こちらはネットが見えないタイプです。残念ながら USB のポートはついてるんですけれども、メモリー専用のポートになっていて、拡張ポートではないものとなっております。で、拡張ポートの場合ですと、AI ボックスとをつないで見るということができますので、カープレイの製品ではそういったものがあったりするんですけれども、まあ、ディスプレイオーディオによってネットが見れたり見れなかったりっていうのがあるわけなんですけれども、まあ、これは見れないということなので、AirPlay やミラーキャストを使って、ミラーリングによって携帯の画面を映してネットを視聴するということで、非常に重要な機能になってくるということになります。こちらをご紹介していこうと思うんですけれども、まずここをタップします。
でこれも説明欄書いてありますので非常に分かりやすいと思うんですけれども、で携帯の方なんですが、もうすでに繋がっちゃってるんですけども、ここのところなんですけれども Wi-Fi を接続するということになります。でこれ接続が終わったら、こちらのコントロールセンターのところに来て、このミラーリング画面でここを押していただく。はい、そうしますとこのような形でつながってくれるということになります。で場合によってはつながりにくいという場合があるんですけれども、そういう場合は一度携帯を再起動してあげればつながりやすくなりますので、そこをご確認いただければと思います。で例えば私の YouTube で恐縮なんですけれども、 YouTube の視聴をしたりすることも可能ですし、携帯からのミラーリングになりますので、さまざまな番組を映してミラーリングして再生するということが可能になりますので、ネットが使えなかったとしてもこのミラーリングの機能がついていることによってディスプレイの画面から視聴するということが可能になるということになります。でこれ今内蔵スピーカーで音が出ている状態なんですけれども、残念ながらこれ先ほど Bluetooth を介して車載スピーカーに音声出力をするっていうのはこのミラーキャストではできません。なので付属している AUX のケーブルまたは FM 受信の機能を使うことによってミラーキャストでも車載スピーカーで音声を出力するということはできます。その場合はこの FM 受信というものを使います。 90MHz にしてあります。でこちらをオンにしてこのように90にあらかじめ合わせます。で先ほどと同じ容量になるんですけれども、つなげていくと、お分かりいただけたかと思うんですけれども、 AirPlay ミラーキャストを使ってミラーリングをしたいという場合で、車載スピーカーで音を出したいという場合は FM 受信または AUX 使っていただくことによって車載スピーカーから音声出力をするということができるようになります。次にドライブレコーダーの詳細機能をご紹介していこうと思います。でここをタップしていただきますと、フロントの画面でリアの画面分割の画面で、またはバック連動機能というのもついています。左前方です、はい、このようにバック連動機能というのもついていて、事前にアングルの調整をしておけばこの位置で映ると。前方です。もう一度やってみたいと思います。左前方です、はい、こういう形になります。ただこれね、一つ機能的に私研究させていただきたいのは、これ前に戻っちゃうんです。でこれ通常はスマートモニターとして使うというケースの方が非常に多いと思うんですね。でこの状態で例えばバック入れますよね。左前方です。前方です。そうしますとこれ無条件で前に戻っちゃうんですよね。なのでもう一回これクリックしなきゃいけないんですけども、ちょっとこの辺がね使いにくかったりっていうのが出たての状態になっているので、担当者の方にも良い点改善点を言ってほしいということで言われておりましたので、ご紹介させていただいたんですけども、こういったところがございます。で先ほども冒頭でご紹介した通りで、アングル調整はもちろん可能なんですけども、距離感を埋め合わせるためのズーム機能ももちろんついております。この辺はもうドライブレコーダーとしての機能を強く意識しているということが伺えるかと思います。さらにここを押していただくと静止画、ここを押していただくとイベント録画の収録で、ここで録画再生オンオフ、ここを押していただきますと収録動画を見ることができるということになります。なのでこういったところはもうドライブレコードと全く変わらない性能を持っているということになります。で何と言いましてもこう見ろって録画を開始しますっていうこういうアナウンスが入るというのが特徴的だと思うんですけれども、このモデルももちろんその辺が継承されています。さらにここを押していただきますと、
ドライブレコーダーと似たような画面というか、もうドライブレコーダーそのものなんですけれども、マイクロ SD カードの容量に入れ込むということができたりします。ここを知りたいますと、ループ録画、それから録音、G センサー、またリアカメラの上下反転ということで、カメラの取り付けに関してもかなり自由度が高いということになっております。こちらを押していただきますと、バック連動モードということで映像フォーマットの形式変えられますし、またバックガイドラインオンオフ、それからバックガイドラインの調整、まあ、こういったものもできるようになっております。でこれ今私は駐車監視ケーブルをつないでいないので、この項目には上がってないんですけれども、駐車監視ケーブルを使うことによってタイムラプス撮影等もできるようになるということになりますので、もう全くドライブレコーダーの遜色のない機能を持っているということがお分かりいただけるのではないかなと思います。で最後に走行しての収録動画についてご紹介をしていきたいと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらのフォーミドから新しくリリースされました 10.26 型の 4W ディスプレイオーディオ前後ドラレコ機能付き PRD の62という機種をご紹介いたしました。まあ、こちらは冒頭でもご紹介した通りで、非常にドライブレコーダーに重きを置いたミラー型ドライブレコーダーというものが普及している中で、こちらはモニター型ドライブレコーダーと言ってもいいぐらいのドライブレコーダーとしての性能を誇っておりますし、またカープレイ、それからエアプレイ等のオーディオ機能等も入っております 4W オーディオとしての性能も持っているということになりますので、ドライブレコーダーだけ買うのはちょっと寂しいよねと、オーディオとしての機能も欲しいよねという方にとっては、これは非常に優れたガジェットになりうる存在になるのではないかなということで、皆様にご提案できるのではないかなと思います。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。